皆さんこんにちは。黒柳正輝です、えー。今日は、えー、ブラックマジックデザインエイティブミニこちらの、えー、少し機能の、えー、感想を言いたいと思います。えー、詳しい、えー、使い方とか、触り方とか、機能とかは、たくさん動画アップされているので、そちらを参考にしてもらえればいいかなと思います。えー、私が、えー、今回、一つ気になって、こちら、エイティ Mini、えー。性能抜群です。性能はもうね、抜群にいいです。 大体人い,っぱいいいい人っぱると思いますがこれはね個人の方配信をしたい人なんかにもものすごくおすすめですが私がもうどうしても気になるのがこれ買う前にね皆さん今プロかミニかで悩んでいる人がもしいたら参考にしていただきたらいいんですけどミニはねマルチビューができませんマルチビューが標準でできないのでマルチビューを配信現場で必要とする方は要注意ですね まあそういう人はもっと多分上位クラスの最初から持ってたり買うに決まっていますがマルチビイってこれねマルチビイってこういう感じの画面が分割されてえ1カメ2カメ3カメ4カメもちろんえースイッチャーによってはえ何カメも入るやつでそのカメラの映像が全部分割で出てるということでこれができるできないが結構えまあ配信内容にもよりますが必要になってくる人も多いんじゃないかなと思うので これがやりたい人はこの、えー、もしこのブラックマジックデザインのスイッチャー ATM シリーズ ATM ミニシリーズか、ね、ミニとプロで悩んでいる人がもしいたらプロ買った方が絶対いいですねこういった感じでマルチビューしたいよっていう人はこれがねできると何がいいかってまあもちろんそのカメラの確認、えー、次の映像出しの確認はもちろんですけど、えーまあ、配信前のカメラの設定ですね色温度だっ たたりいったものをですねこの人画面で確認しながら2回目もっと明るいくらいで色温度合ってないとかそういったことで使うことが多分ね多いと思いますしで4日目じゃあパンしようかとかっていういろんな指示が出せるとそういった人たちで今手軽に手を出そうかなと思う人たちにはあんまり向いてない。ただまあ自分で4台固定して とかゲーム配信だったりするにはもう全く問題ない、えー、めちゃくちゃいいこんな昔から欲しかったねっていうぐらいあそこが知っていただければ、まあ、あと細かいやつとかは、まあ、見ていただければですけどねマルチビューミニだとできないこれが結構響いてくると思いますで、えー、あと、まあ、もし業務用でも考えてる人はこれね HDMI がしかないので業務用の BNCSDI で出したい人カメラから出したい人 そういった人は一旦コンバーター挟んで HDMI に変えないといけないっていうとこなのでそれだけちょっと気をつけてもらって BNC っていうのはねこういうこういうやつねなかなかまた一般の普通の民生機には付いてないやつなのでこれも HDMI みたいに映像音声をこの1本で引っ張れると。 ということで、で HDMI よりも距離も1本でも長めに行けます。HDMI10 メーターぐらいの伸ばしちゃったりするともうしんどいんで、途中で名前ド忘れして、えー、途中でかませないとね、あのバーンっつって電気 HDMI の信号をさらにそこから遠くに。 届かせるためにね、つけないといけない。そうすると途中でまたコンセントをね、電源必要になってきたりすると、野外、野外コンセントがあるところならいいですけどね、野外のコンセント取れないとこだと、電源欲しいだらけになっちゃって困っちゃうんです、まあ、STI でこっちまで引っ張ってきて、スイッチアタグク近くで電源を確保して、HDMI で入れる。まあそんな大規模な時にこのクラスの使う人もなかなかいないと思うけど、もしね、 もしそういうのを考えている人がいたら参考にしてください。で、あと、前、ブラックマジックのスイッチャーだったと思うんですけど、なんか GoPro と相性が悪いみたいな話をね、ちょっと聞いて、あ、そうと思って、じゃあ、どれどれと思って、で、YouTube でもね、他の配信してる方が、そういった動画も上げてて、無事、配信、配信というか Web カムとして機能してたんですけど、僕持ってるやつが、えー これはヒーローロ6だな今一番新しいのが8でしょこいつも使えるのかというところをちょっと実験して終わりたいなと思います GoPro 横ね GoPro は、えー、マイクロ HDMI かち一番ちっちゃいやつね刺します GoPro の絵は2画面に刺しましょうはい2画面に刺しましたでまだ今電源入って いませんね。じゃあ2回目変えてみますよ。映るかな。とりあえず画面は今真っ黒。おー映った。映った、映った。無事映りましたね。映るじゃん。ああ、よかったね。ね。部屋が今めちゃくちゃ汚いんでちょっと映せないんですけど。これ GoPro の映像。ああ、でもこれ。 パカ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 してるね電気がこれシャッタースピードがあれか自動になってるのかあですねあーでも無事あのー、GoPro 使えましたねああそしたらまあライブ配信のライブ演奏とかもねこれステージ前とかえー、いろんなところに置いて 置いても使えるということが判明しましたがレンズ汚ねごめんねがこれつなげるとモニターが効かなくなるのでちゃんと設定して設置しないといけないっていう感じかなうんですかねはい使えるっていうことが分かっただけ良かったので良かった良かったねこれでまたなんだろうそうやって演出が楽しめる ようになななってんじゃないかなと思うんでぜひ、ね、あの遊んででね、遊みてください、まあ、とにかく今日は t 8 m i n のマルチビューが使えないっていうところと GoPro h e r o 6は使えましたなんでこれの前は分かんないですけどこの1個は大丈夫ですよねきっとね8は使えてる動画を見ましたんそんな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います参考になったらグッド、えー、チャンネル登録よろしくお願いしますじゃあまたねバイバイ